札幌市立豊平小学校は、北海道札幌市豊平区豊平五条七丁目に、ある市立小学校。開拓市時代の1881年、旧豊平村総代の安倍、二太郎により京王寺境内に開設した寺小屋を、前身とする。講義は欅であり、校庭に植樹されている。突起なき限り、公式サイト、学校の遠隔誌による。飯田光太郎作詞。 工藤富次郎作曲、1931年制定。1932年9月29日に文部省の認可を受けた。当初の歌詞は次の通りであった。現在の歌詞は、同じ井田光太郎によるものだが、次のように改作されている。歌詞、曲ともに著作権の保護期間が満了している。学校の遠隔詞。2021年8月1日閲覧。AB。 交渉、効果、講義。2021年8月1日閲覧。札幌人明治事二28ページ。工藤富次郎函館ゆかりの人物伝函館市、文化、スポーツ振興財団。www.zaidan-hakodate.com。2021年8月1日閲覧。百100年の歩み129ページ。家局採用認可。 漢方、https コロンスラッシュスラッシュデシリットル .ndl.go.jp スラッシュインフォ、ndljp、ピド、295万8197、52021年8月1日閲覧、絵はがきの中の札幌95ページ。ありがとうございます。